ん？どうしたの団長？お姉さんと遊びたいのかな？おしゃべり？そんなことでいいの？団長のしたい遊びなら何でも付き合うわよ。団長に悩んでるのを見抜かれるなんて、私も焼きが回ったわね。じゃあせっかくだから団長に甘えちゃおっかな。ほら、私って天才じゃん。だから人から理解されないのは慣れてるんだけど、最近スーテラが何考えてるかわからなくなってさ。まあ姉妹って言っても結局は他人だし、全部を理解する必要なんてないけど、なんていうか、妹ももう少し私みたいに自由に生きたら楽なのにって思ってさ。はあ、なんでこんなに姉妹で性格が違うんだろう。って、こんなことで悩むなんて私らしくないっつうの。アステール？そんなに慌ててどうしたのよ。スーテラー姉様が、スーテラー姉様が、森人の任務中に大怪我をしたのです。あのバカ。これは一大事です。今すぐ村に帰らねば。スーテラー姉様、私もご一緒するのです。でもさ、他にも森人はいるわけでしょ。放っておいても大丈夫じゃない。姉様、私は森人です。故郷の危機に私の力が必要であれば、今すぐ戻らねばなりません。ふん、そういうもんか。アステール、今すぐ帰郷の準備を整えましょう。はい。帰郷用の船の手配は私に任せてくださいなのです。ではお願いできますか。私は団長殿にしばらく休暇を頂戴する旨を伝えねば。姉様はいかがなさいますか。私はパス。まあ、勝手にすれば。それでどうかメーテル姉様の力を。わかった、行くわ。すぐ案内して。ありがとうございますなのです。ごめん団長、私ちょっと出かけてくるわ。
スーテラ、あんたこんなに怪我して。アステル？あ、姉様、来てくださったんですね。ああ、うん。ひとまず元気そうでよかったけど、あんたそれ、腕大丈夫なの？ああ、これは、その、治らないものではないのですが、少し骨折をしてしまって。それじゃ弓は握れないでしょ？はい。この包帯が取れるまでは。姉様に偉そうなことを言っておきながら、不甲斐ない妹で、申し訳ありません。ああ、今はそういうのいいから。とにかくこれ以上の無理は禁止ね。絶対。ほら、わかったら返事は？はい。で、一体何があったのよ。それが、凶暴化した魔物の数が想定していたよりも多く、体制を立て直すため撤退しようとした隙を突かれ、このような不甲斐ない結果に。あんたでも手こずるって相当厄介な魔物なのね。スーテラーネ様は他の守り人たちをかばってお怪我をされたのです。面目次第もありません。自分の力のなさを痛感しました。姉様ならきっと私のような失態を演じることもなく窮地を救ったでしょう。だからさ、なんであんたが謝るのよ。単純に守り人への負担が大きすぎるってことでしょ。いえ、これも守り人の役目ですから。役目、役目って何それ。役目のためなら死んでもいいの？それは、ねえ、あんたたちも弓ぐらい使えるんでしょ。だったら守り人にばっかり頼ってないで自分たちも戦いなさいよ。自分たちの村なんでしょ。何もしないで恥ずかしくないの？姉様、魔物は鳥や他の獣の狩りとは危険度が違いますので。そんなこと言われなくても分かってるわよ。私は村の隠衆だからって何でもかんでも守り人に押し付けるその態度が気に食わないの？いいわ、私が終わらせてあげる。あ、姉様？アステール、この場はあんたに任せたわよ。え？あ、はい。守り人だの試練だの、こんなくだらない飲酒、私が全部ぶっ壊してやるわ。どけ。邪魔。死ね。なんなの、村の奴らは。自分たちでは一切戦わないくせに、守り人を頼ってばっか。あいつらは何もせず、ただ一方的に守り人を利用してるだけでしょ。そんな勝手な村を守る価値なんてない。なのに、どうしてスーテラは。
ここって。中を調べてみるか。さえいなけりゃスーテラがこんな島に縛られ続けることもないのよ。なになに、この私とやりたくてうずいてんの？いいわ、私もちょうどイラついてたからぶっ殺してあげる！触れてはならぬものだかなんだか知らないけど、私の大切なものを奪おうなんて100年早いっつーの！森人の役目がどうとかめんどくさいこと言われなくて済むわね。